ピーター・サフランは、イギリス系アメリカ人の映画プロデューサー兼マネージャー。イギリスで育ったサフランは、プリンストン大学を卒業し、ニューヨーク大学、ロースクールで JD を取得した。ニューヨークで、企業弁護士として働いた後、歌のアシスタントになった。ゴールドミラー社のマネージャーとなり、1998年まで在籍した。その後、ブリルスタイン。 グレー社のマネージャーを5年間務め、2003年に、ブリルスタイングレーマネージメント社の社長に就任した。社長として、ブラッド・ピット、ジェニファー・アニストン、アダム・サンドラー、ニコラス・ケージ、コートニー・コックスなど200人以上の顧客を抱える、同部門の日常業務の責任者となった。兄のタッド・サフランが映画、ザ・ロング・ウィーク・エンドを執筆し、ピーターがプロデュースした。2006年に、 ブリルスタイングレイを退社すると、ザ・サフレン・カンパニーを立ち上げ、すべての顧客リストを持っていった。マネージャーとして、ショーン・コムズ、アダム・シャンクマン、デビット・ハイド・ピアース、ジェニファー・ロペス、ブルック・シールズ、ジェシカ・シンプソンなどを担当した。ありがとうございます。